七クマ。ねえ、クニオくん、彼女とかいる？え、いや、いないけど。じゃあ、同窓会抜け出して二人で飲まない？え？俺の名前は手塚邦夫、漫画家の卵だ。周りの友人たちが社会人として働いている中、俺は夢を諦めることができず、アルバイトをしながら夢を追っている。こちら300円のお返しです。ああ、疲れた。早く原稿を完成させないと。いつものように疲れて家に帰ると、スマホの通知音が鳴った。ん？高校の同級生からだ。どうしたんだろう。内容は同窓会のお誘いだった。成人式以来みんなに会ってないし、正直行きたい気持ちが強い。でも俺フリーターだしな。みんなはちゃんと就職して働いていると思うと、なんだか生きづらかった。高校時代懐かしいな。俺が漫画家を目指すきっかけになった出来事があった高校時代。もしかしたらその時気になっていた女の子も来るのではないかと思い、俺は同窓会に出席することにした。おお、クニオ、久しぶりだな。ああ、5年ぶりかな。久しぶりに会った同級生たちはなんだか大人になっていた。いやー、昨日残業でさ。俺なんて今日休む代わりに休日出勤だよ。話題も仕事のことばかりで、自分だけが子供のまま取り残されたように感じていた。そういえばクニオ、今何してるんだ？え、ああ、実は漫画家目指しててさ、まだアルバイトなんだ。マジか！そういえばお前、高校の時から頑張ってたもんな。頑張れよ。出版されたら絶対買うから。あ、ありがとう。そうは言われても作品は落選続き。一度だけ佳作に入っただけで、それ以外の賞には全く引っかからない。へえ、クニオってまだアルバイトなんだ。俺の話を聞きつけた嫌味がニヤニヤとこっちにやってきた。俺は彼が昔から苦手だ。え、嫌味。アルバイトって生活不安定で、簡単に言うと貧乏ってことだよね。こんなところでおしゃべりなんてしてないで働いたら収入低いんだから。おい、嫌味、そんな言い方ないだろう。はあ、本当のことだろ。大手企業に就職したエリートの僕と違って、クニオはアルバイト、身分が違うんだよ。親のコネで入社したやつをエリートとは言わないけどな。おい、そこ、なんか言ったか？別に。嫌味は言いたいことを言ってその場を離れていった。クニオ、気にすんな。ああ、俺たち応援してるからよ。うん、ありがとう。でも嫌味の言う通りなんだよな。このままいつまでも芽が出なかったらって考えると怖いし、それに年取ってからの就職活動は大変っていうし。はあ。クニオくん。おお、びっくりした。大空さん。うん、久しぶりだね。こちらは学園のマドンナだった大空桃香さん。スタイル抜群で大きな瞳がとても印象的だった。高校時代から多くの男を魅了してきた彼女は、あの頃よりもさらに可愛く、そして美しくなっていた。クニオくん、聞いたよ、漫画家目指してるんだってね。え、ああ、まあね。高校の時からずっとだもんね、すごいよ。すごくなんかないよ、何も結果残せてないから。俺が漫画家を目指したきっかけは大空さんだった。美術の授業でペアを組んで人物画を描くことになり、俺はたまたま大空さんとペアになった。その時に俺が描いた絵を大空さんがすごく褒めてくれたから、俺は漫画家を目指そうと思ったんだ。クニオくんは今はどんなの描いてるの？今はファンタジー。でも多分今回もダメかもしれない。どうして？毎回
今回は自信作だって思って投稿してるんだけど、未だにデビューできないからさ。完成する前から諦めてたらそりゃダメだよね。そうだよね。俺は自分の漫画がつまらないということを実感し始めていた。俺に漫画家は無理。最近は漫画を描いていてもそんな考えが頭をよぎるようになった。もう潮時なのかもしれないな。ねえ、国尾くん、彼女とかいる？え？いや、いないけど。じゃあ、同窓会抜け出して二人で飲まない？え？大空さんがなんで俺なんかを誘ったのか全くわからなかった。でも、あの大空さんと二人で飲めるなんてラッキーすぎる。俺は大空さんの誘いに乗って二人で同窓会を抜け出した。ねえ、一体どこに行くの？いいから、ついてきて。そう言って大空さんに連れてこられたのは漫画喫茶だった。なんでここに？漫画のヒントは漫画から得るものでしょ。てっきり俺は二人で居酒屋にでも行くのだと思っていた。だが、漫画喫茶で狭い個室に二人というのは居酒屋よりも緊張感があった。ねえ、この設定とか使えるんじゃない？ああ、そうだね。ねえ、大空さんはどうして俺を漫画喫茶に連れてきたの？だって、国尾くんには成功してほしいからね。ありがとう。それに彼女いないって言ってたし。実は私、高校時代から国尾くんのこと狙ってたから。え？大空さんの突然の爆弾発言に俺は漫画どころではなくなってしまった。いや、卒業してから後悔したよ。連絡先聞いておけばよかったって。なんで俺なんかを？何かに一生懸命な人ってかっこいいじゃん。それに優しいところも昔と変わってないからかな。でも俺はフリーターだし。そうだね。だから私が支えてあげる。早く漫画家になって私に楽させてね。それから俺は自分のためだけでなく桃香のためにも頑張った。これまで以上に漫画を研究し、書いて書きまくった。そして、連載ですか？ありがとうございます。俺は週刊誌に連載が決まった。しかもそのデビュー作が大ヒットし、社会現象にまでなってしまった。マジか。まだ1年目なのに累計発行部数1000万部って。俺は念願だった漫画家になり、それと同時に大人気漫画家にもなった。俺の漫画のタイトルを知らない人の方が少ないかもしれない。俺は大好きな漫画を描きながら忙しい日々を送っていた。ふぅ。そんなある日、同窓会の知らせが届いた。今年で俺も30か。前回の同窓会では肩身の狭い思いをした。でも今回は違う。みんなにいい報告ができそうだ。お、来た、大先生のお出ましだぞ。俺はお前が絶対に売れるって分かってたぞ。サインくれ。おい、調子いいなお前ら。同窓会に出席するとみんな俺の漫画を知ってくれていた。そして自分のことのように俺の成功を喜んでくれていることがすごく嬉しかった。ほんと、みんないいやつらだな。国尾。あ、闇。すまない。え？以前の僕は君をよく知りもしないのにバカにしていた。まさか君がこんなにも人の心を動かす素晴らしい作品を描けるなんて。見る目のない自分が恥ずかしいよ。いや別に気にしてないから、顔を上げろよ。実は君の大ファンになってしまったんだ。ぜひこれにサインを。先生！ありがとう。これからも応援してくれたら嬉しいよ。まさかこの会場の中で一番俺をリスペクトしてくれていたのが嫌味だったなんて。
人生何が起こるかわからない。ごめん、遅れちゃった。あ、俺らのマドンナもお出ましだ。それじゃあ、みんな揃ったことだし乾杯を。あ、悪い。その前にみんなに報告があるんだけど、いいかな。え、どうした？実はちょっと前から、大空は大空じゃなくなったんだ。あ、どういうこと？それは、私とクニオくんが入籍したからです。はぁ、玉の輿乗っちゃいました。あの同窓会以降、桃花は俺をずっと支えてくれて、デビューが決まった時も一緒に喜んでくれた。そして連載作品の単行本が累計1000万部を突破したのをきっかけに、俺はプロポーズした。もしあの時桃花に出会っていなかったら、今のこの幸せはないだろう。人生は何が起こるかわからない。人生は漫画よりきなりかな。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。